まちゃん、こんにちは。くん、くん、こんにちは。今日は非常に興味深いパターを送っていただきました。はい、ご紹介したいと思います。クロスパッドです。はい。で、じゃあちょっとヘッドの形状を見てもらいましょう。このヘッドの形状にすごい特徴があるんですよね。はい。まずどうですか。もう少し変わってますよね。変わってますね。で、このヘッドの後方に線が2つついてるんですよ。はい。で、これは何かというと気になってますよね、皆さん。気になってますよね。はい。構えた時に、はい、ちょっとパター借りてもいいですか。構えた時に内角が合わないとずれるんですよね。こうやってこの白線が2つ合わないんですよね。合わないんです。で、これをぴったり合わせると、まあ、ソールもぴったりくっついてると。はい。で、このパターの商品名が、後ろ見せていただいていいですか。はい。こちらちょっと見えづらいと思いますが、ツアー 2.0 と、はい、パターになります。で、もう1本あるんですけど、はい、このモデルはちょっと見えづらいかもしれないですけど、はい、こちらに書いてあるクロスパッドでCP100 ですね。はい。 CP100 というモデル、はい、今回新製品でこの2種類が出ました。はい。で、 CP100 の方は、まあ、レフティのご用意もあるということで、はい、他のモデルは全部あの右利きだけなんですけど、はい、まあ、今回ね、全部のパターにこうやって後方に線が2つついてるんですよ。はい。 CP100 の方も見せていただくと、はい、まあ、こういう感じでついてて、ここにもついてると。はい。で、構えた時にこの線が揃うようにアドレスすれば来角がぴったりですよと、まあ、パターの来角大事なのはもう皆さん僕たちの動画を見ていただければ重々承知だとは思うんですが、はい、やっぱ来角が合ってないとどうしてもそのパターにもロフトがありますから、はい、まあ、フェース面が狂いやすいですよね。そうですよね。で、やっぱ日によっての調子も狂ったりするじゃないですか。もうあるあるです。あるあるですよね。はい。ちょっとさ、体調が悪いとハンドダウンになったりとか、はい、今日はハンドアップだったりだとか、こうやっぱ日によって変わったりするのを、まあ、これはこの線を2つつけることで、まあ、狂いづらくしてくれてるということで、はい、まあ、今日はね、このパターの紹介をやっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、実はですね、もうこのパターは1週間ほど前に送っていただいておりまして、はい、もう実践済みでございます。実践済みです。はい。まっちゃんがずっとですね、はい、もう1週間毎日ラウンドで、はい、まあ、使ってて非常に感触がいいと。いやいや、本当にもう僕の悩んでるスライスラインがもうバッチリです。バッチリだったよね。はい。で、やっぱり来角がさ、どうしてもスライスラインとかになるとハンドダウンになって捕まえたりさ、そういうのもやっぱりやってきたんだけど、はい、やっぱり来角通り構えてるとやっぱ綺麗な回転で、はい、まあ、そういう誤差が少なくなるから。そうですね、うん、で、今日はちょっとこのパターをね、皆さんに知ってもらって、はい、まあ、これからまっちゃん打ってもらいますけど、はい、まあ、早速打つんですね。早速やっていきたいなと思います。はい。じゃあちょっと片一方のパター置いてですね、あ、僕預かっておきましょうか。あ、いいですか。はい。この CP、こっちは100はね、はい。で、ツアー 2.0 の方で、はい、試打していきたいと思います。で、長さは33インチと34インチがあります、はい、ロフト3度、来角70度ということで、はい、で、全てのパターがそういうセッティングになっております。はい、はい。僕今回使うのは34インチ。34インチですね。はい、はい、うん、ナイス。どうでした。いや、いい感じですね。やっぱりいい感じですか。何がいいかっていうと、やっぱり来角がさ、はい、まあ、毎回70度でセットしないとやっぱ狂っちゃうんじゃね、線が。そうですね。そうするとまっちゃんその肘からパターまでが一直線なんだよね。一直線見えます。一直線見える。だからやっぱりこの体でストロークしやすいというか、僕ワッホーさんに、うん、洋服がたまに引っかかるんですよみたいな話を、はい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 、34インチのパターを使うと引っかかるんですよ、うん、みたいな話をした時に、うん、だちょっと手で打ってるんじゃないのってワッホーさんに指摘をもらって、実際でもどうやって体で打つのかが分からなかったんですよ。はい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 。このパターを1週間使ってたら、はい、いつの間にか引っかからなくなってる。いや、なんかそれ言ってたね、そういえばね。そう、覚えてます。覚えてる。いや、岩尾さんなんかこの34インチだと引っかかって、ここにこう引っかかっちゃって、僕なんか打てないんですよみたいな話言ってたじゃん。はい。
勝手にやっと分かった。いや体で打つってことが、そうだね、あのなんていうんですかね、実際に体で打ってるっていうよりは、うん、このバターを使うことによって、うん、あ、そういえば引っかかんなくなって、うん、はい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 、体で打てるなってるんだなっていう実感がありますね。実感がね、はい、やっぱりさ、まあちょっと僕たちが感じるハンドアップに感じるじゃないですか、いつもより。感じます。そうすると小手先で打ちようがないよね。打ちようがないです、うん、あのなんていうんですかね、なんか握るところも、うん、なんていうか手の薬指とかね、はい、あの後ろ3本で握ってるような、後ろ3本で握ってるんで、うん、親指とか人差し指あんまり使ってない感覚になって、そう、それだけで十分いい感じにストロークができるんですよ、うん、なのでこれが体を使ってるというか、手を使っていないっていう感覚はこういうことなんだなっていうのが。そうだね、はい、やっぱりその、まあ、手先の感覚ももちろん大事なんですけど、はい、やっぱりその大きい筋肉を使った方がやっぱり再現性とかはいいじゃないですか、はい、それを毎回チェックできるっていうね。そうですね、うん、でもやっぱりこうラウンドしたとやっぱ思ったのが、はい、自分ってやっぱりどん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 後輩になればなるほどこう手がしゃがんじゃうなるよね。しゃがんじゃうんですよ、うん、だそれをこう思い出させてくれるんで、はい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 、なんかラウンド1日を通して、まあ、その僕がちょっと苦手なスライスラインが、まあ、入ってたっていうのは結構僕の中でも大きい、ね、いやこの 2m のスライスラインとかこのくらいパッとさ、そうですね、まっちゃんさ入れてきそうな感じがあったもん、やっぱりありました、うん、なんかやっぱりストロークもさ、はい、やっぱ綺麗だよね。でこれ特徴あるのが、はい、ちょっとこうまっちゃんこうやって横に持ってもらっていい、はい、こうやってそうで持つと、はい、遠側がね下がらないんですよね。そうなんです、ちょっと今日風が強くて、はい、上に向くんですけど、はい、これはなんか開閉がしづらいというか、はい、まあ、以前にもねこういうパターンはあったんですけど、僕たちがこういうパターン打つの初めてで、はい、だからあんまりこう経験したことのない、まあ、真っ直ぐ真っ直ぐが打ちやすいような、はい、ストロークしやすいようなパターンになってるよね。僕はこう真っ直ぐ真っ直ぐ動いてるのが、うん、僕結構多分気持ちいいタイプだと思うんですよ。はい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 、まあ、どういうタイプかはよくわからないですけど僕もそんな何言ってるのかちょっとわかんなかったですね、はい、だからもう開閉をしてる方が好きな方ももちろんいると思うんですけど、そうだね、うん、まっすぐまっすぐ動かしてる方が気持ちいいって方もいて、うん、僕はどちらかというとまっすぐまっすぐ動かしたい、動かしたい、まあショット全般的になんかそういう感じはちょっとあるもんね。そうですね、アプローチとかもね。なので僕のもうフィーリングにはぴったりです。ぴったりだよね、はい、いや本当に多分まあ1週間使ってきて、はい、このまま使用する可能性大ですよね。いやもう本当に使用する可能性しかないです。ですよね、はい、え、なんですか、ですよね、止まんないでくださいよ。あのパター裏切んの、まっちゃん。え、トゥーボールですか。いやでもそれより非常に感じが良かった。まあ両何を打っても、はい、調子良かったっていうのはあるかもしれないけど、はい、このパターにしてからスライスラインが特に、そうですね、うん、いや本当に良くなったんですよ、うん、まあ、ここまで言ってこのスライスライン外すわけにいかないんですけど、いや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 、まあ入る入らないもね、はい、まあ、思ったところにストローク、思ったようなタッチ出てるかが大事なんで、はい、うん、やっぱりいいとこ出てます。出てます、うん、アドレスしたところにちゃんと出てますね、はい、やっぱりどうしても、まあ、皆さんも経験あると思うんですけど、パターしてるときってちょっとヘッドの動きを目で追いがちじゃないですか、うん、追いがちですよね。で僕いつも追ってる、やっぱ調子が悪いと追っちゃうんですよ。そうすると、はい、いつもクラブヘッドの動きが揺れてる、こうなったりするんですよ。8の字書いてんだ。8の字書いてて、いつもうわ8の字書いてるけど、うん、うー入ったみたいなことがあるんですけど、それがなりづらい。いや最近結構もうならなくなりましたね。ちょっともう一回打ってもらっていいですか。そこまで言ってこの辺でいいですか。はい、多分なってないと思うんですよね急に多分になったねいきます。はい、ちょっと引っ張っちゃった。いやいやいや、でも超綺麗だったよ。綺麗でした。いや構えたところに出てるから。あ、じゃあちょっと左向いてたんですね。うん、まあちょっとやっぱタッチが強いから。あ、そういうことですね。抜けただけだと思うんだけど。いや、ストロークは綺麗でした。ストローク綺麗だった。ちょうどいいイントゥインなんですね。それで、え、これでイントゥインなんですか。イントゥインなんですよ。あ、そうなんですね。これで大体カップ1個ぐらい左向いてる感じだから。あ、カップ1個ぐらい、そうですよね。うん、抜いといて打つって感じですね。強いんですよ入れたい気持ちが。いやでも、はい、めちゃめちゃ綺麗なストロークしてますね。してますか。してます。あとで自分で動画確認してくださいやめてくださいね、あとでしてなかったみたいな。いやいやいやみたいな。いや、いい感じですよ
打感とかどうですか。打感はですね、芯にしっかり食いついてる打感の感じがするんですよ。感じはする、はい、だからちょっとこうひっついて、はい、こう押してるような、押してるような、まあ、インサートなしのパターだからさ、はい、どうしてもこう僕なんかで言うと硬いイメージがあるんですけど、はい、こうミーリングが入ってるからやっぱり少し柔らかくなってるのかな。柔らかくなってます。なのでこう、うん、くっついて離れるこれをなんて伝えたらいいか。そうだね、難しいよね。まあ音とか聞いてもらえればね。そうですね。ちょっと今度こちらの CP100 の方も、はい、聞いてもらいたいなと思います、はい、なぜワッフォは打たないかいや、まっちゃんが実践してきたから。そうですよね、まっちゃんに言ってもらうのが一番いいですよね皆さん事情は分かってると思いますちょっと待ってくださいよ、こちょっと打ってよ早くいいですか。お願いします。いや、いいストロークしてる。してます。フォローもフェースかぶってないし、はい、バックスイングもめちゃくちゃいい感じだって。ちょっとね、まっちゃんってインサイド引き気味なんだけど、はい、うん、引いてないんですか。うん、これがまっすぐなんですね。うん、それが分かりやすいよね。でも実際にじゃあ何を変えたかって言われたら、はい、何も変えてないんですよ。この線を合わせただけなんですよ。線を合わせて、うん、でも線を合わせるとなぜかわからないんですけど体がフィットします。フィットするんだでそのさっきワッフォーさんが言ってくれたこの肘の角度、はい、からはまっすぐねパターが伸びてる感じなんです。伸びてる感じなんですね。だから多分それのやっぱ効果があるんだとは思うんですけど、うん、はい、フィットするんですよ。フィットするからもうあとストロークするだけと。そうですね、だからもう本当にあとはもう動ける範囲って、うん、多分決められてると思うんですよね、はい、だからもう向いたら打つ打つ、はい、余計なことを考えるその手間がいらないというかね。そうですね、その、まあ、しっかり、まあ、僕らはパターで大事なことっていうのは、はい、まあ、フェース面をしっかりターゲットに合わせるっていうのは大事言ってるじゃないですか、はい、でこのパターにするとストロークのことを気にしなくてもこの線を2つ合わせてあげると、まあ、しっかりもう来角フィットしてるから、はい、まあ、いいストロークができるという感じなんですね、はい、じゃあちょっとロングパットなんかもね、あ、打ちますか。うん、打ってもらって、はい、まあ、この太平洋クラブ成田コースの今日のコンディションだと約10フィートぐらいありますよねありますね、ありますよね。ちょっとやっぱり早いんで、はい、うん、え、なんですか早いんでちゃんとお願いしますあの見えるかどうか分かんないですけど、後で話繋がってくるんですから。あ、そういうことですね。10フィートって大事なキーポイントだったんでちょっとなるほどそういうこと、はい、どんだけ僕はもう動画をこうやってると思ってるんですか3年ですよもう YouTube やって。あ、まだ3年ですか。まだ3年でした、すいません、はい、じゃああの左奥の、左奥のね、はい、はい、10フィートぐらいですね。10フィートですからね。うん、入った。え、惜しい。まさすが毎日コース行ってるだけある。いやでもほとんどの人はさ、こうやってさ、はい、ロングパットの練習できないじゃないですか。そうですよね。うん、いい商品紹介できるんですよ僕ちょっと待ってくださいよ、マンコさん、マン引っ張り笑っちゃってよ、マン引っ張りですね、はい、ちょっと笑っちゃってよ。ロングパットの距離感ってね、なかなかコースじゃないとね、いや、まあ、そうなんですよ、練習できないんですけど、実はですよ、はい、実はこのクロスパッドさんの方からパターマット出てるんですよね。パターマット出てます、はい、でパターマットがちょっと今現物は今回持ってきてないんですけど、はい、あるんですけどね、はい、持ってきてないんですけど、非常に距離感の練習になるパターマットあるんで、そちらもぜひ、ホームページから見ていただければ、なかなか今までこういうパターマットはなかったっていう。いや、そうですよね、はい、ないんかいっていうでそこまで言ってないんかいみたいな。あるんですよ、上に。上にありますよね。上にあるんですよ。でも今回本物のグリーンで練習するのにここにパターマット広げると、はい、まあ、ちょっとあれがこれかなと思ったんで。でも距離感の練習、いや、これはね、僕たちが説明するより、はい、ホームページ見てもらった方が正確です
いや僕が今ここ、はい、あの不確かな情報をこう皆さんに伝えるわけにはいかないんで。そうですよね、はい、このパターなんかはずっと1週間打ってきてますけど、はい、パターマットまだそんな長くね打ってないんで、はい、やっぱりこれはしっかりホームページに、説明書いてあるんで、はい、まあ、そこで見てもらえれば、そこで見てももう簡単にわかりますもんね。簡単にわかりますね、はい、はい、まあ、パターはまあこんな感じですね、はい、で今回紹介したのは2本ですけど、はい、前作モデルとかもねあって、いろんな形の種類もあって、はい、送ってきていただいてね、そちらの方も打たせていただいたんですけど、やっぱり全部の形にパターにこの線が2つついてあるんで、はい、どのモデルを選んでもらってもいいかなと、はい、まあ、新しいのはねもちろん、前作より打感だとかそういう面で多分良くなってると思いますけど、はい、前作も素晴らしいパターンなんで、まあ、皆さんね、ぜひ一度ちょっとホームページの方見て、興味ある方はねご購入いただいて、はい、皆さんのスコアが良くなればいいなと思います、はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、まっちゃんでも本当にさ、はい、ずっとまあ僕たち宮崎合宿行ってて、そうですよね、で宮崎に直接送ってもらって、はい、よかったもんねいやもうむしろスライスラインのが自信ついちゃって自信ついちゃってたよね、はい、いや入る気がしてたもん、スライスラインとかも。本当ですか、うん、ちょっとこうまっちゃんはまあスライスラインとか引っ張ったりとかさ結構あったけど、スライスライン来ると、うん、なんかフェースの先目で打ちたくなるんですよ、うん、ちょっと多分この引っ張りを入れないとうまく打てなかったのが、なんかしっかりこう、まあ、線に合わせて、はい、一回いつも線に合わせられなかったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです、フックラインは合わせられるんですけど、うん、だからもうこれを今回線を基準にしてやってるんで、はい、もちろん線に合わせるじゃないですか、はい、でそのままストロークするだけで距離感も良かったしね、だからなんか安心感があって、もうこうやって構えれば、うん、はい、で、はいみたいな。そうなんだ。ちょっとじゃあ僕もちょっとじゃあ初めての初めてじゃないですよ。ちょっと打たせていただきたいなと。これはツアー 2.0、はい、34インチでね打たせていただきたいなと思います。僕もさすごいハンドダウンになりがちだから。いや、そうですよね。自分のパターめちゃくちゃフラットにしてるんだよね、はい、だから僕はパターを合わせにいってるのよ、自分の使ってるパターは、はい、これは、まあ、パターに合わせにいく。そうすると、まあ、ここから僕こうなるんですよ、要は、まあ、いつもその形ですもんね。これがちゃんとこうできると。なるほど、肘から一直線になるとそういうこと、ね、肘からここからこうね、あ、一直線になってますね。なるよね。あとはストロークするだけ。出てます。いや完璧なんだよね、その宮崎でさやっててもさ、はい、岩さん構えたところには出てますと岩さんはフェースの向きが合ってないですみたいな右向いてます。だから俺がやっぱり多分ハンドダウンでこう捕まえてたから、あ、でもともとちょっと右を向かせといて、うん、これだったらちゃんと狙ったところに構えて、いや出てますね。あれで出てるよね。はい、出てます、本当に出てます。まあまあ、いや本当に出てますね。全部いい感じだもんね。いや、まあ、そういうことですね。肘から、うん、肘からまっすぐですよね。はい、うん、肘からこの肘からこういう風に出てるわけ、パターが。いや、そういう風に見えます、うん、だから体で打ちやすいんだよね、しっかりこのまま。あとはストロークするだけと。あら、完璧ですね。いいよね。はい。完璧。俺にしてはさ、綺麗なストロークになるよね。いや、ワッコさんもともと綺麗なストロークですよ。まあまあそうですけどね。いやいや、僕知ってます？こうやってるっていうの。よく言われたじゃないですか。あのパターンのあれがあれがの時はこうなってて、はい、あれがこれでなんて言われたんで。いや、これだとなりづらいね、やっぱり。やっぱりそうですか。うん。でも自分の癖を知る意味でもかなり、分かりやすくなるね。そうですよね、うん、僕
ちょっと1回だけ、まあ、前に使ってたパターを打ったんですよね、はい、その、まあ、宮崎合宿の時に、うん、まあ、あるホールで、あ、打ってたねあのパターを間違えて抜いてそうだ、ね、っちゃって打ってたね、うん、打ったじゃないですか、うん、その時にやっぱり前と自分がやっぱ変わってるっていう感覚が、おー、ストローク自体がね、ストローク自体やっぱ変わってて、うん、だから前のパターを使ってもいいストロークができたんですよ。あ、確かにね、はい、これ俺さ、これ不思議でしょうがないんだけど、はい、これこう来るじゃん、はい、来てさ、はい、延長線上はさ芯より先にこうシャフト来る感じだよね。ちょっと先目です ね、いや不思議だよね。今までは僕たちはショートスラントに使ってここに来てたから、そうですね、芯でもなくだセンターでもない、センターよりこっち来てるって不思議な。さっきまっちゃんさ、なんか こんなことやってたりはさ、はい、こうやってやればいいからこうやってなんかこうやって、いや、ちょ、風強いなって いやでも言ってくださいでも皆さんどうでしたか、このパターなかなか興味深くないですか。これはちょっと僕はやっぱりびっくりしました ね、はい、で今回まあこうやってねクロスパッドさんから、まあ、お話いただきましたけど、はい、まあ、もう皆さん分かってるとは思いますけど、実はね案件ですね分かってますよ、分かってますよね。でこの僕たちは今日ある裏企画みたいになってまして、案件なのにカットなしっていう普通結構こう案件だといやだから僕つなげてつなげてカットしないのかなと思ってましたよ、はい、カットしないで出すっていう裏企画勝手にやっておりましたはい、撮影、まあお仕事ですけど、はい、自分たちも楽しむというスタイル。一番面白かったのは、はい、パターマットの話してパターマットがないのが、パターマット上にあるんですよで、あのまあ、まあね、パターマットはなんかその反発するね、はい、こうこっちについてて、まあ、10メーター10フィートのスピードでやってるらしいのね、はい、で10メーターだったらこう何メこの10とか書いてあるらしいのね、はい、こうバーンっていったら跳ね返ってきてまた同じとこまで来たら 10m 打ったよとか、はい、そういう風になってるそうです。初速と、まあ、戻ってきた時のスピード感で、うん、そうだね、まあ、今のだと、うん、まあ、しっかり 10m 10m とかっていう風に計算されて作られてるみたいなんで、はい、ぜひその辺も覗いてほしいなと思います。はい、そんな感じで大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、いやでもこのまま本当にまっちゃんはこのツアー 2.0 か、はい、CP100 か前モデルか、うん、前モデルも非常にいいパターだったんで。いやそうなんです、だから全部で5本ぐらいパターを送っていただいて、ね、まあ、レフティーの、はい、左利き用のパターも送ってもらったんですけど、うんね、うん、僕はもしかしたら前回のモデルの、はい、まあ、しかもそれは33インチ、まっちゃんに合わせた、はい、これ34インチなんですけど、33インチがフィッティング良かったって感じだったんで、はい、まあ、それを使って今後動画に出てくるのかなという感じですね。はい、はい、ということで今日は終わりにしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。